どうもこんにちは、ギタープラネットハイエンドフラーの松本です。いやー、本日はたくさん入ってきちゃいましたよ。2本って聞いてたんだけどな。いやー、もうどんどん撮っていきますよ。はい、ご覧の通りお分かりですね。ジェームス・タイラー USA が入会いたしましたので開けていきたいと思います。1本目です。開けていきましょう。はい、それではいきますよ。オープン。うわー、ロイヤルマッチング、うわー、ロイヤルブルーシミアです。わー、ちょっと久しぶりですね。うわー、なんだこれ、ヘッド何これ。おー、軽い。そして軽い、 3.2 キロちょっとでしょうか。非常に軽量ですね。うわー、なんだこれは、なんだこれは、非常にかっこいいですね。おー、ロイヤルブルーメープルで、ヘッドは、マッチングヘッドでございますね。非常にかっこいい。いや、ロイヤルブルーってかっこいいですよね。なんでしょうこれは、この感じは、メープルでマッチングで黒ピックアップ、うん、鳥山優里さんを意識したオーダーでしょうか。はい、いや、非常に軽くていい答えだと思います。スペックを見ていきましょう。おい、はい、スタジオエリート HE スペシャルエディションと表記が入ってますね。ちょっと変わりましたね、書き方が。カラーがロイヤルブルーシミアフィニッシュ、ジャパンリミテッド。おっと、これは書き方が変わっております。ヘッドステックキャンディーロイヤルブルーですね。はい、まあ、いわゆるこの青い線と、はい、合わせたマッチングヘッドになっております。ピックアップは SSH 配列で、フロントから JTS5500 リアはアングリーレトロですね。まあ、パワーは少し弱めなんですけれども、レトロシリーズの中では最もパンチのあるピックアップになっておりますね。コントロールの方は通常の HD と同様でございます。ボリューム、ミッドブースト量、トーン、バイパスボタン、5way セレクターがついております。ネックはクォーターソンメープルで、指板もクォーターソンメープルですね。ネックシェイプは芯59、そんなに細すぎず太すぎずといったシェイプでございます。ボディはアルダーのソリッドボディでございまして、ハードやヒップショットロッキングペグに G2TS タイラーサドルの2点支持のトレモルユニットがついております。いやー、こちらの答えはラメのこのシルバーとロイヤルブルーのコントラストが非常に強い個体に仕上がっております。はい、このヘッドがすごいいいですね。はい、ロイヤルブルー、メタリックカラーでございますが、このようにマッチングの個体となっております。いや、非常にかっこいいですね。いや、非常にかっこいいです。はい、全体としてですね、少しこう、まあ、鳥山由里さんが使用しているモデルにちょっと近い印象を、まあ、持たせたオーダーになっておりますね。はい、非常に軽量で音もいいと思います。気になる方はですね、ぜひお早めのご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。